皆さんどうもピーマンです。今回の実況からロッテ2連戦が始まりますよ。ここまで対戦成績は2勝0敗ですからね、このカードも勝って4勝0敗で終えます。ロッテになんて負けやしないよ。よろしく。さて今日のベストオーダー考えていこうか。おっとまた全体的に調子が悪いぞ。お願いしますよ。調子悪い選手多すぎないかな。やる気の問題じゃないかな。ここまで調子の悪い選手がいるっていうのは。今日の先発は西口にお願いしよう。調子は悪いですけどね、西口ならば大丈夫ということですよ。野手陣は全員調子悪いね。ジョーンズだけが調子いい。なんなのこの唯一の外国人だけが調子いいっていうパターンね。とりあえず今日 AJ5 番あたり打ってもらおうかな。松井和夫が調子悪すぎるな。今日ちょっと下位打線に行ってもらおう。新井さん3番にしてみようか。7番打たして、ほんで福留が現在スランプモードですから、レフトに稲葉を入れてやっていこうかな。荒木も調子悪いし、どうしようかな。まあその他はこれでいいか。よしよし、今日のベストオーダーはこんな感じだね。なぜにね、みんなこんな顔色悪いのか原因不明ではありますけどね。おそらく昨日鍋パーティーしたんだろうね。また鍋パーティー開いてまた毒キノコ食ったんだろうね。道端に生えてるものは食うなっていうことは言ってるんですけどね。よく食う人たちだからね。変わり者が多いからね、このチームは。大の大人が恥ずかしくないのかと一つ言いたくなっちゃいますけどね。AJ だけがじゃあ鍋パーティー行ってないってことだよね。はぶられたんだな。まあ AJ はね、プロフェッショナルな選手でもありますから。練習してたんでしょ。そうだそうだ。みんなが鍋つついてるとき、AJ は一人練習してたんだね。だから絶好調だ。ふぅ、いいね、そういうこと。OK、今回の実況はチームがチャンスになると私ピーマンが操作していくからね。まあ、調子悪くても打てる。それがこのチームだからね。ほら、1回からチャンス来たよ。おっと、西口が1回から失点か。早すぎるね。ちょっと、西口くんどうしたんだい。防御率現在、リーグ1位ですからね。その西口からあっさりと1点を取るというね。まあ、今日は調子も悪いこともあってですね。本来のピッチングは発揮できないのかもしれないけど。ダメなんです、それじゃ。ダメなんです。ボール。ホーン。3-1。投げました。これだ。ここが入ってる。打てない。ここは無反応だ。立たない。投球はこれから6球目。ボール、イエーイ。スワボール選んだ。よかったよかった。ここで和田さんだよ。カモン。第9投げました。カモン、怖くて投げれないだろ。この成績だからね。からのこのハゲだから怖いよ。インコースのストレート投げられたら俺は無理なんだな。ここはもう反応しないんだ、俺の頭と腕が打てっていう合図を出さないのよ。あれはボールだと反応しちゃうね。慎重に攻めてきます。カウントは3ボール1ストライク。投げた。あー、インフィールドフライ。掴みました。くっそー、ここで打ち損じる。はい、来たい。唯一調子のいいジョーンズがね、AJ ですよ。一人練習をしていたんだ。その結果を出していかないとね、その成果をね。ここまでの成績はジョーンズは素晴らしい、AJ は素晴らしいよ。牽制多いな、イチローもそんな盗塁しないよ。第2球、投げた。投球は3球目。はい、わびー。練習成果の結果、キャッチャーフライです。お前も鍋つついとけ。お前も鍋つつけ。単純にはぶられただけじゃねえか。練習も何もしてねえよお前。 AJ 何もしてねえじゃねえかお前。これふざけんじゃねえよ。さて、ワンアウトランナー二塁。ここで再びチャンス。ガッツだね。ガッツの打率がキチガイじみてるぞ。恐ろしいね。見るたびに震えるよ。第3球を投げました。さてボール、3ボール。わかるよ、威圧感持ってるからね。わかるよ、攻めれないんだろ。わかる、気持ちは共感できる。ただフォアボールは与えちゃダメだよね。逃げたんだ、君は負け犬だ。逃げたんだよ。そうだそうだ。今日松井和夫全不調。特に調子悪い。キノコ食いすぎだろお前。マリオかよ。おそらく一番キノコ食ったんだろうね。第4球を投げた。4球目。ダメだ、反応できない。スライダーそんなの投げないで。無理無理無理。次は5球目。あー、もう完全ボール球じゃないか。なぜそれを振りに行くんだい。わからねえよ、なぜそれを振るんだい。ひどいね今日。インフィールドフライめっちゃ多いわ。第2球投げた。ボールだろ、もうインコースは全部ボールでいいんだよ。もうプレイヤーに気を使え、少しは。なんで相手寄りなんだよ。牽制、AG が牽制、盗塁するわけないだろ。無駄なことしないで、お前。メジャーならブーイングだぞ。まあ、君みたいなやつはメジャーにはいけないけどね。間違いないよ。君みたいなやつがメジャーで通用するわけない。メジャーを舐めるな。
三振したけどメジャーを舐めるな、 AJ を舐めるな。さてかもチームは何ぼだ今、4対3、いいね、打ち合ってるよ。ここで新井さん、いやもう本塁打狙いでいく、盗塁できた、どうだ、盗塁はセーフ、いいね荒木、素晴らしい、よく決めてくださいました。ボール、あれ逃げるのかな、流した打球は、井口取るんかい、これは守備の名手井口ですわ、完全にヒットコースだけどね、打ったとこは井口の好守備もあって抜けず、うわー試合終わった、4対3だ、そのまま敗北。今日は一度も打てなかったね、フォアボール一つ選んだだけだよ、残念、俺がもっと打っていればチーム勝ててましたね。はい、クソったろ、お前負けちまったじゃねえかこの野郎。ジョーンズが今日ホームラン打ってるね、11号、いややっぱジョーンズは練習してたんだね、そうだそうだ、和田さんも今季15号を打ってるね、和田さんは単純に調子悪かったんだな、毒キノコは食べてないんだ。で今日の成績はこんな感じだ、ちょっと打つ方でやってみたんですけど全く結果残せずだね、ひどすぎた。で投げる方の西口5回投げて2失点、もっと頑張ってほしかったね、まあ調子悪いなりに試合作ってくれたんで OK でしょうかね。その後投げたギボンズ岡島が打たれてますね、お前らは抑えろよ、お前らは抑えないとダメだろ、残念、4対3、1点差及ばずですね。もう井口のあんなファインプレイいらないんだよ、誰も求めてないんだよ、なんで取っちゃうの、わかりませんわかりません、なんであの人取るの。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わり、残念ながら勝つことはできなかったね、これで2勝1敗となりました、次回の実況もお楽しみに、グッバイ、またおう。